よっしが第347回玉ラジオということで。えー、前回ね、348回って言いましたが、実は。えー、347回でした。ね <laughs>。ということで、間違えたんでね、今回は347回の玉ラジオにしようかな、というふうに思ってます。で、えっ、ー、と、これはね、えっ、ー、と、受験勉強、これからね、早退終わって始めるぞっていう奴らに向けての話になります。で、えー、っていうのがね、あの、おそらく部活終わり組で塾行ってない奴らとか、まあ、そう、塾行ってる奴ら、学校、新学校行ってる奴らでも、もしかするとだけど、 勉強しろって言われたら、わかりましたって言って教科書読んで、えー、ノートをまとめるとかをやるやつが多い、出るんじゃないかなというふうに思っています。で、実際今回は、えー、大学受験じゃなかったんだけど、えー、どういうふうにこれからで、ね、勉強始めますどういうふうにしたらうまくノートってまとめられますかっていう質問が来たんでね、今日はノートのまとめ方について、えー、話をしていこうかなというふうに思います。で、えー、もうこれでバッチリ、ね、結で高得点を取るためのノートのまとめ方っていうことで言っていくんだけど、そもそも、えー、ノートってなんでうまくまとめられないのかな っていうことよで逆にうまくまとめてるやつだってどうやってまとめてんだろうなるでいいノートうまくまとまってるノートうまくまとまってないノートねこれ何の差かまとまるってことは、まあ、簡単に言うと情報が削られて整理されてまとまってるわけねわかる、えー、必要な情報と必要じゃない情報があるわけだって全部必要なんだってもう何から何まで無駄なものがないって言うんだったらじゃあ教科書全部読めばいいじゃんって話になるノートまとめる必要ないじゃん全部必要なんだからじゃあもうそのまんまね あの教科書ずっと読んで、それを頭に入れて本番機はいいでしょって。でもそうじゃないじゃん。やっぱ。で、えー、もう、そんなことないと思うかもしれんけど、そんなことありまくるよ。だってみんなノート見てみて。ね。今まで国数 A 社、社ャりいろんな教科勉強してきたと思うけど、教科書ね、200ページ、300、高校になると300ページ、400ページとかなるじゃん。ノート300ページ、400ページなるならないでしょ。ね。ってことは情報ってそれだけ減ってるんだよ。教科書に書いてある文字数よりも、絶対ノートにまとめられた文字数の方が少ないはず。 それだけ無駄を削られてるんだよ。教科書の中から必要ないものを省いて。で、上手な先生。とか、もしくはノートをまとめるのが上手な友達。すごくまとまってる。逆に言うと、教科書からいらない情報をいっぱい減らしてる。けど、いらないやつだけ必要なものはちゃんと残ってる。だからいい点数が取れるわけ。なんでそんなことができるのか。すごいだろう、ね。それも簡単。問題を死ぬほど解いてるからなんよ。で、えー、って。 勉強する前、これからね、勉強しよう。だからノートをまとめようってね。だからこれから勉強始めるのに、問題解けるわけないじゃんね。だからノートまとまってないのにね、全然解けるわけないじゃんって言うでしょ。だから、あの、そうじゃねえんだって。ね。まとめることはできない。だってどんな問題が出るか、何が大事か分かってないんだもん。絶対こんなことできない。学校の授業が最初からノートまとめありきの授業になってるのは、先生たちが死ぬほどね、今まで問題解いてきて、何が大事か大事じゃないかが、ちゃんと分かってるから、いらないものを省いて大事なものをノートに残す。その中でも特に大事なものは赤ペンで書くみたいな。そんな風にできてるの。 みんなにはその経験がない。だから問題を解けっていう。ただ問題を解けって言っても、一発目から問題解けるわけないでしょ。だから、まず一回教科書バッて全部読む。参考書がある教科に関しては参考書全部読む。バッと。ええー？って。そんなって。3年分勉強するのをバッと読めるわけないよって。すぐ分かるわけないよって。違う。全部日本語で書いてあるから。よく読んだら分かるから。ね。で、よく読んで分からないものもあるよ。例えばこれこれを、あのー、なんだろうな。例えば、あのー、細胞の中には核があって、その中に DNA があり、その DNA は生命の、 情報を持っっっっててていいるみたいなのがあってええちょっと待ってそう細胞って何だっけみたいな。細胞の中を書くえ書くの DNA? みたいな。どんどん新しいワードが出てくる。わかんねえってなるかもしれないけど、そらそうよ。ね初めてその単語と出会ってるんだから。人と会ってさ、急に会ってさ、そういったことわかるわけないじゃん。パッと,パッと見た目、あ、身長でけえなとか、うん。なんか肌の色黒いな。スポーツやってんのかなそそ外系のスポーツやってんのかなとかさ。わか,かんないじゃん、でも。どんなのか。ねそれもそうさ、細胞。あ、細かい。で、頬はなんか袋とかだっけに、なんか細かい袋とかなのかなとかね。 うん、核ってことはなんか中心っぽいのかなとか ?DNA ってことは何かの D と N と A の頭文字を取ってんじゃないかなとかね。うん。わかる。それぐらいしかわかんない。だから、教科書読むときは、ざっくり、その、その、そのとき理解する必要はない。わかる。細胞の核の中には DNA があって、あ、なるほど、細胞っていうのがあるんだなと。よくわからんけど、あるんだなと。そしてその中には核っていうのがあるんだな。どんなのか知らないし、見たこともないけど、あるんだなと。で、その中に DNA があるんだなと。うん。なるほどなって、そ、もうそれだけ。うん。言ってるからそうなんだろうなでいいんだよ。 理解できなくていい。読んで、ああ、そういうのがあるんだな、ぐらいでいいな、うんだよ。最初から理解なんかできないから。で、3年分をね、うん、教科書300ページ、ページもあるよって。だからそれを理解しようとするから大変なの。一回とりあえずな読めばなんとなくわかる。とりあえず。参考書だったらよりわかるかもしれない。ね。で、3、400ページ三3年分やるやつを、そんなすぐできるわけないじゃんできる。1ページ1分ぐらいしかかかんないから、3、400ページ、400ページあるよすっげえ長いやつでも、それでもね、えー、っと、1分だから6、7時間、1日頑張って、ね。 歯食いしばって机の上で読んでたら、まあ、眠く、眠いんだったら立、立って歩きながらでもいいけど、とにかく、一日で読めるだろ、そんなの。それが無理だって言うんだったら、一日一時間読め。一週間で終わる。ね一日一時間だっていいんだよ。それでも一週間で終わるんだから。あんな分厚い教科書でも。ね、で、それもわからんなら、俺のウェブた玉に動画があるなら、それ一気に。でも、どんな、あの、高校のエグい受験レベルの問題でも、5、6時間で終わるようになってるから。たった5、6時間。画面の前で座って動画見るだけできるじゃん。たった一日かかんないんだよ。早くないか。 生物基礎とか、そんなんだったら、もう2、3時間で終わる違う基礎とかだったら2、3時間で終わっちゃう。そんぐらいだったらできるやん。意外と一気に見るっていうのは、そんな大変なことじゃないんだよ。そんな1日もかからないでできるようなことの中からしか出ないんだよ。だそれだけで、ぐっとね、力がついた気になる。おって。なんだって。1日もかからず読み終えたぞって、見終えたぞって。これを頭に入れれば、十分合格点出るんだって思えばさ。おーってなるでしょ。で、そしたら今度、ノートまとめるんかっていうと、そうじゃない。ノートまとめは全然しない。 そしたら次、簡単な基礎問題集をやる。できれば100ページ未満ぐらいの薄っぺらいやつがいい。とにかく薄いやつ。ええー、って。でもまだね、1回しか読んだだけ,だけだから、自信ない、自信なくていい。回答、解説見まくりながら読む。問題やる。だけど、なんていうかな。問題読んだら、ほとんど多分答えられないのばっかりだから覚えてないからね。だから問題見たら、すぐ、えー、答え見て、解説も見て、ああ、そうそう、確かなんか教科書そんなん言ってたなとか、あれ、こんなん教科書に載ってたっけとかでもいいよ。もう完全に忘れてて。そんなんでもいい。 ただただとにかく問題、解答、答え。問題、解答、答え。見まくる。解きまくる。解きまくるっていうかもう本当に、もう問題見たらすぐ答え出たら出たでいいし、出なかったら出なかったですぐ答え見ていい。めちゃくちゃ、ええ、問題と解説やりまくる。するといい、で、できればそういうの薄いのを何回、何、一、二冊やれればいいから、うん。でもね、わかる。問題って、ええー、って、問題集一冊、大変すぎる大変じゃないって。だって問題読んだ後、 すぐ答えと解説見ていいんだよ。ね、もう答え見ながらカンニングしまくれるんだから、めちゃくちゃやれるじゃん。でその時絶対や忘れちゃいけないのは、答えをオレンジペンで書き込んでいくっていうこと。うん、えそんなことじゃもう問題集として使えないよ。使えなくていい。全然。オレンジペンで書いて、で、赤シートで隠して繰り返せるようにしておけ。 だって受験範囲って、例えばね、小学校の時そんなあんま必要なかったかもしれない。中学校でだんだんその必要性が出てくる。高校だともうそれやんないとダメ。なんでか、範囲が広すぎる。覚える量が広すぎる。めちゃくちゃたくさんのものを覚えなきゃいけない。でも覚えられるわけないでしょ。たった一回で。だから何回も何回も繰り返す。何回も何回も繰り返すときにいちいち書いてたら、いちいち答え合わせしてたら、えー、っとって答えばーって書いて、どれ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 って答え見て丸、まる×、まる×って。ね。今×だってどうだっていいんだよ。本番の時に覚えてなかったら意味ないんだし。逆に本番の時に覚えてたら今×だっていいんだよ。 今覚えてるかどうか、そんなに重要じゃない。そんなことよりどん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 繰り返した方がいいから、赤シートで繰り返してやれるように、そうやって何度も何度も、その、オレンジペンで書いてやっていく。ような準備をしておく。そうすると、何が出るかが分かってくる。どんな風に問題が出るのかが分かってきて、この問題を解くのに何が必要か。それどこ見たら分かるか。そう。解説を見たら分かる。だ問題と解説をいっぱい見る。そしてもう一回。 俺のアニメでもいい、参考書でもいい、教科書でもいい、もう一回読んでみる。違って見える。ああって一回目の時よくわからんまんま見てたけどって。ああこれ問題で出てたああこれ解説で出てたてなんだここ覚えてたら、ここ押さえてたら問題解けたのかってなるんだよ。わかる最初は問題の答え解説見てない。問題も解説も見てない。だから何が大事かわからなかったから、とりあえずただ読んだ。ただアニメ見た。でも問題解いた後もう一回同じことやってみる。全然違って見える。ああこれ大事だこれ大事じゃない ノートをまとめた時、上手にまとめてるやつがさ、これテストに出るからまとめてるんだよ。ここ、こういうふうにすると大事じゃん。なんでわかるの俺も同じだったんだよ。テストに出やすいところだけ、あの、テスト前でね、復習するんだ、とか言っててさ、社会が苦手で。いやいや、何が出るかわかんないじゃん、テストお前作ってないでしょ、って。うん。いや、わかるよ。だいたいわかるよ、って言う。だって大いたいみんな、問題集やったらわかるよ。だいたい同じところをみんな問題にしてんだよ。あ <laughs> あなるほどなって思った。何冊かね、問題集やると見えてくるんだよ、そういうのそれで、 何が出るかが分かるから、上手なノートまとめができるようになる。じゃあそっからノートまとめすんのか。んー、回、まあ、していい。回していい。で、その時にノートまとめすんのは、じゃあ教科書片っ端からね、ノートまとめしていくのかっていうと、全然そんなことはない。っていうのが分かる。俺らは、綺麗なノートを作れば合格するのかって、そうじゃないんだよ。よくあるじゃん、クラスでも。ノートまとめすげえ綺麗。でも点数全然取れねえとか、すっごいノートを綺麗なのに合格しなかったとか。あるじゃん。ね。俺らはノートを書くことが目的じゃないの。 本番のテストで丸をもらうことが目的なの。その目的を間違えちゃいけない。俺らは綺麗なノートを完璧に作ることが大事なんじゃない。ノートってじゃあ何のために作るのか。それはね、未来の自分への手紙なんよ。受験本番の時、もしね、ノート見ていいよ、教科書見ていいよって言ったらさ、相当解けるんじゃない多分。 しっかりしたいいノートがあれば、いいノートが目の前にある。まあ、お前たちが今上手に作れなかったとしたら、上手にまとめた友達のノートが手元にある。これ見ながら解いていいよって言われたら、結構いい点数取れるんじゃないだろう。ね。カンニングしてるようなもんだからってことは、わかる本番、自分たちが見たくなるようなノートを書くわけ。でもじゃあね、本番にノートがね、例えば、綺麗に100ページでまとまったノートがあったとしよう。ね。 そのノートを本番にペラ,ペラ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 って100ページ分めくって読んで、よしこのノートを見,見ながら解くぞなんかしないじゃん。まず問題解いて、あ、この問題なんだっけわかんねえなーってなった時におそらくノートで調べて、えーと、確かこの辺に書いてあったな。あ、これだったこれだったって言っておそらく答えを書くと思うんだよ。もしノートを使っていいって言うんであれば。ね。そう。俺たちはノートの助けが必要なところにノートが欲しい。わかるもう見てすぐわかるようなところのノートなんかいらないんだよ。だって解けるんだもん。丸をもらうことが目的なの。 正解をすることが目的なの。そしてもう今、現時点で十分正解できている内容に対して、まとめる必要ない。そう思わないかまとめる時間もったいないと思わないかあいうえを書きつけこって、あからうんまで書いてみ。めちゃくちゃ時間かかる。でもそれはあからうんまで、口で話してみ。すごい時間短いよ。さらに、あからうんまでを目で追ってみ。もっと早くなるから。ってことは、わかる 一回書く間に、もし目で追いながら勉強ができてたら、めちゃくちゃたくさん勉強できるの。同じ時間で。受験範囲が広い。例えば、今、受験だ受験勉強始めるぞって。で、受験は半年後じゃん。ね。今勉強したやつ、半年後まで覚えてる。そんなわけないじゃん。半年前のことなんか全然覚えてないでしょじゃあ、どうやったら、今勉強してることが半年後も覚えてられるか。何度も復習する。徹底して復習する。これが大事。力をつけるには、合格、勝ち取るためには、 徹底的に復習しなきゃいけない。何度も何度も復習しなきゃいけない。だから、繰り返す。復習する。何度も見る。それがしやすいように作っていくんだよ。だからさっき問題集やるときに答えを赤、赤ペン、オレンジペンで書いて赤シートで隠せるようにしろって言ったの。まあ赤ペンで書くなって、オレンジペンだとかピンクペンだっていうのは、赤ペンで書くと赤シートのときってうっすら見えるんだよね。ピンクとかオレンジだとね、結構綺麗に消えるんだけど、うん。だからちゃんと赤シートで消える色かどうか確認してからやってね。もしやるなら。だからノートもそう。 本番見ながらと言ったらめちゃくちゃいい点数取るはずじゃん。じゃ、逆に言うとそれ、わかる頭に入れたらいいの。頭に入れたらめちゃくちゃいい点取るのよ、ノートって。じゃあどうしたらいいのか。でも本番見れないじゃん。だから、何度も見て、何度も繰り返して頭に入れれるノートにしなきゃいけない。だから、いいノートを作る上で一番大事なことって、とにかく何度も見て、何度も頭に入れるということ。だから、ノートは、基本的にオレンジと鉛筆、2色で作れ。 覚えたいところはオレンジペンで書いて赤シートで隠せるようにする。わかる。ノートもそれなの。ノートも問題集と一緒。問題集も頭言いたいところを赤シートで隠せて何度も繰り返して勉強できるようにするじゃん。それと同じ。ノートも同じ。覚えたいところはオレンジペン赤ペンで書いていく。で、結構覚えたなと思ったら鉛筆で消してここの部分を覚えたいなと思った部分はどんどんそこもオレンジペンにして頭に繰り返して突っ込んでいく。で、その後も問題とか解くときも自分が問題をいっぱい解いた。で、自分が分からなかった間違えた。 これ今後も間違いそうだな未来の時に、えっ、ー、と、ノートがあったらいいなって思う分野に関して、その部分に関して、よしその部分だけノートにまとめよう。ノートにまとめる。で、そのノートにまとめるときは、後から何度も見返して繰り返しができるようにオレンジペンとかで、書いて赤シートで隠して頭に入れれるようにしておく。じゃないと本番、ノートは持っていけないから。そして、その後勉強する。その時に、いい本番、えっ、ー、と、自分の力を試すときの模試とか、えー、そういうの以外では、普通にも勉強のために問題を解くとかっていうときには、 そのノートは見て解いていいっていうルールにする。すると、何度も何度も解くときにノートを見るんだよ。あー、これなんだったっけノートでまとめたんだけどなーって。どれどれって。で、ノート見て、あそうそうって言って書いてると、人間って、あのー、何て言うのかな。こう、ドキッとした瞬間に心に刺さるのよ。わかるか自分が困ったーって、例えば、あーなんだろうな、あのー、道に迷って困ったーっていうときに、お嬢さん。 道に困,り困ってそうですね、みたいなとか、ああ、財布落とした <laughs> お金ね、1000円、1000円あったらとりあえず行った家に帰れるのにって、とか親に連絡できるのにとかね、100円でいいからくれれば、ね、あの、なんかどっか公衆電話探して電話するのにとかね、うん、切符落としたって、うわ、どうしよう !200 円あればって、とりあえず、ね、改札出れるんだけどって切符落としてて、なんか、ね、あの、なんだろ、財布家に忘れ、あ,あ、でもそうか、そしたらまあまあまあ、そういう困った時にね。 てってれーって出てきたら、まあってなるじゃん。わ、あ嬉しいってなるじゃん。それと一緒。うわ、この問題どうだったっけなんだっけなっていうときに、ノートがてってれーってやってくる。ね、で、その、ああそうそうって言って解けたら、すごい嬉しくて、そのときって記憶に残るでしょ。あのとき助けてもらったんだーって、ね。あれと一緒。ノートに対して感謝する。その感謝が記憶をより刻んでいくわけ。だから、ノートは見ながら解いていい。っていうルールで、どんどん問題を解いて、一通り慣れてきたら、極力ね、ノート見ずに解いてみる。うん。 とか、ノートをテスト、例えばね、問題解くときに、例えばこの10ページをやるのに、ノートを5回しか見ちゃいけないとかっていうルールにしてみるとかね。そんなんでもいい。で、だん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 ノートを見なく、見る回数が減ってきたときに、自分の成長を感じるわけだ。わかる俺これね、すげえ嬉しかったんだよ。このメール見たとき。うまくノートまとめができません。だから教えてくださいって。上手なノートまとめの方法を教えてください。っなったんだけど、すげえ嬉しかったのはさ、 私も友達に上手に教えて助けてあげたい。だから、いいノートまとめのやり方を教えてください。だったわけ。だから俺これ読んだ瞬間に、あ、すぐたまラジオ撮るぞって思ったのさ。まあ、347回なんか撮りたいなって思ってたんだけど。だからさ、誰かのために、誰かの力になりたくて。そうやって頑張る奴らは強い。だってね、例えばそいつがさ、友達を助けて、いいノート作って友達助けて、友達がすごい助かったよって言ってくれたら自分嬉しいし、 そんな自分が悪い点数取ったらさ、うわーって私にね、私のために綺麗なノート作ったり、上手に教えるためにね、いろいろ工夫したり教えて、実際に教えてくれた時間のせいで、たくさん勉強できずに、私がいい点数取るために、この子がね、悪い点数取っちゃったんだーって思ったら心が痛むじゃん、ね。そう思わせないためには、いい点取るしかないんだよ。人を助ける。で気持ちよく、えー、助けるためには、相手にね、えー、心配かけないように自分もいい点取らなきゃいけない。だからいい点数取るんだよ。 人のために頑張るやつは、人のために、本当に人を助けようとするやつは、いい点数を取る。まあ、というわけでね、今日は上手なノートのまとめ方と、ノートの使い方でした。上手なまとめ方は、まず問題、答え、解説。これしっかり何度もやってね、どういうところが、問題に出て、どういうふうなことが大事なのかが分かってないと言いまとめはできないよ。そして、分からないところを助ける。未来の自分を助けるのがノートだから。だから、すべての部分をまとめる必要はない。 自分にとって弱点なところ、ダメなところ、何回やっても解けないところ、それをまとめてノートにしなさいっていうことね。うん。それだけ書く時間が減るから。ま、ノートまとめに必要な時間が減るから。自分が解けないところ、わからないところだったら、多分全体の2割から3割だと思う。だからきっと、10割、教科書のね、全てをまとめようっていうのと違って、きっと短時間で済む。そしてそのノートを問題解きながら、えー、いっぱい使う。本番持っていけないから。だから頭に入れやすいように、覚えたいところはオレンジペンで書いて、それを赤シートで何度も何度も繰り返して頭に入れたり。 あとはそのさっき言ったみたいに、問題解くときに横に置いて、それ見ながら解いて、何度も何度も使う。徹底的に使う、使う、使う。そしてそれが自分の力になっていく。いいてなわけで、結果の出るノートのまとめ方とノートの使い方。えま、参考になりそうだったら実際やってみてくれ。てなわけで、347回。たまら嬢でした。348回と前後しちゃってごめんな。じゃあまた次回のたまら嬢で。それではまた、お疲れさん。あ、それともし、えっと、すげえ、金はかかっちゃうんだけど、 え、もしね、あの、俺の本に出たいっていう奴らがいたら、えー、あともう1ヶ月くらい。いない。で、えー、っと、俺も本に出してくれっていうのを、えー、メールか Twitter の DM で送ってくれ。えー、それじゃ。